これを皆さんやっぱ債権者の方めちゃめちゃ気になってるので僕は出したいんですよ。債権者を守るために僕らのこの会話を出したいんですよ。債権者を守るために実際行動してるのは私です。どんな行動してるんですか？いやまずコストを減らして今資産を回収してるじゃないですか。その時点で債権者を守るために行動してるのは私です。大津さん、コスト減らさなくてもそのまま入ってくるものをそのまま返済に当てる、それだけでいいんです。コスト削減とりあえず考えなくていいです。私はもう伝える通り、ね、これでね、あなたたちが抜けるんだったら当たり前だけど債権者に対して払えなくなります。でそれを決めたのはあなたですよ。そしたらだからもうちょっとまあもう何でもいいんですけど、くだらない話をしたりなんかそれをまたなんか晒してエンタメ化するのが意味がわからないので、私はどのためにそのことするんですか？債権者のためです。違う、債権者のためにはやってない、あなたたちは。ちなみにコストカットのためにもう一度言いますね。まあいいですよ事務所、新しい事務所っていうのを構えないでほしい。コストカットっていうのであれば、そりゃ借りる必要なかったかもしれませんよ。だけど連携できないかな。でも安いところ選んで、そのめちゃめちゃ交渉してそこを他の人に紹介してもらって選んでるんで、それをとやかく言われる筋合いはないんですよ。だったらね、安く交渉したんですね。もうすごい交渉しました。ああ、なるほど。っていうことは神田、そうですよ、めちゃめちゃ交渉してますよ。なるほど。あ、じゃあ神田から、神田より家賃安くなったんだ。神田はシェアオフィスだから坂の方が安いですよ、もちろん。あ、高くなったんですか？くだらないですね、この話自体。当たり前じゃないです。部屋ができたんだから、ちゃんとした家賃は高くなっちゃった。コストカットしてるのに家賃は高くなっちゃったんですか？うん、投入するために必要だからね。そこで、あの税理士を呼んだりとか、会計士を呼んだりとかするためのスペースが必要だから仕方ないじゃないですか。それはシェアオフィスじゃできなかったんですか？シェアオフィスではできなかったです。だからそうしたんです。じゃあなんでシェアオフィス借りたんですか？もうとりあえず仕方がなかったからです。もうあなたがね、そうやって債権者をじゃあ見捨てますって言って、その責任を全部ね、もうこの5年間だかなんだか、これから議員やっていく間もそうだけど、これから一生背負うんですよ。おっさん、債権者見捨てなすなんて僕は一言も言ってませんよ。あなたが抜けるっていうことがそうなるんですよ、実際に。大津さん、何度も言いますよ、政党交付金が入ろうが入らないが債権は返さないといけないんです、あるものでね。でもあるものがなくなるんだから、なかったら作らないといけないんですよ、そんなん当たり前です、借金。じゃあなんであなたがわざわざ抜けるんですか、そしたら。それは私が政党交付金を受け取って原資にして返していきたい、その意思があるから条件を提示させてくれて、ちゃんと大津さんが債権者にその政党交付金を返してくれるという約束をしないと返せないんですよ。返えているのに、あなたたちが勝手にそういうダダを込んでてよくわからないこと言ってるんで、もうちょっと言ってる意味がわかんないです。しかもそもそも私が作った借金ではないわけですから、それ払いますよねとか言われても、だったら払うために協力してくださいよ。そのために党に行ってもらうための努力をしてるわけじゃないですか。大津さんが作った借金じゃない。大津さんが作った借金じゃない。その通り。大津さんが取った政党交付金でもないですからね。大津さんが作った借金じゃない。事実。でも私が今代表者でそれをやってるんで、精査するために。で、払うために努力をしてるのは私です。立花隆では私はこの借金は返せなかったと思いますよ。大津さんが作った借金じゃない、イコール大津さんが。何から話したいんですか、もう。大津さん、代表権にあなた紐づいてるんですよ。分かってますか？あなた、その責任があるんですよ。政党交付金が入ろうが入らないが、あなたが返さなければならないんです。あなた、その責任を全うするつもりがないでしょう。そこに僕は憤りを感じてるんです。めちゃめちゃ、今までだって、資材を削ってまでやってきたわけですよ。おかしいから。削らなくていいです。代表権譲ってくれるだけで、あとはこっちがやります。いや信用できないでしょ、人として。今まで大津さんの借金全部僕が背負います。こんなにもう不正が見つかってるのに、はい戻しますって、
だってそれ余計な経費かかるじゃないですか。また自分に雇ったり新しい事務所やったら、あなたたちが使っている余計な経費と私が人とかもうお金とかもうごめんなさい、もうこれではできないですっていろんな人と交渉してやってるっていうことともうちょっと一緒にしないでもらいたい。出た、切れた、いきなり出た、逃げた、嘘でしょ。何を勘違いしてるか知らんけど、あのズームをやってる当時は斉藤健一郎さんと大津彩香さんは同じ側の立場のはずじゃないですか。裁判はもちろんしてるよ、代表権争いもしてるよ。でも債権者に対してお金は返さなければいけないという気持ちは同じであるべきだし、これから大津彩香さんが代表の国政政党に国会議員として所属するかしないかの話をしてたわけでしょ。その人に対してあなたのことは信用できないからとか、信用なんてしてませんからとか、債権者のかと思うんだったら在籍したらどうですかみたいな、なんか本当は政党助成金欲しいから斉藤さんにどうしても所属してほしいっていう自分の本当の気持ちを隠して、私は別にどっちでもいいですけどぐらいの感じでなんかテンションで喋んよったけど、あ、わかりました、じゃあもう僕もう離党しますよって健一郎さんが言った時に、うん、そうするとじゃあ債権者の方たちは放ってくっていうことですねみたいな、ちょっと焦りを隠しながらみたいな、うわ、え、どうしよう、離党するとか言ってるって心の中で絶対思っとるけど、それをちょっとこうなんか隠しながらみたいな感じがあったよね。すごいわかるやん、そういうのって、声のトーン、テンション、喋るスピード、かぶせ方によってね、わかるやん、焦ってるとか、そういうのってやっぱバレるよね。じゃああくまでもあなたの責任になりますけどいいですかみたいなこと言いよったけど、いやいやそうじゃないよと、代表は誰ですか、登記上のっていうね、スケルトンにするとか政治と金の問題に取り組むとか言うんやったら、政党助成金がね、8300万入ってきたんですか入ってきてないんですかって聞かれたら、あ、そら入ってきてますよって言えばいいし、で、今いくらぐらい使ってるんですかって聞かれたら、え、今すぐ 何十何円とかまではちょっとわからないけど、だいたいざっくり概算で何十万ぐらい使ってますとか、何百万ぐらい使ってますとか、例えばもっと使ってるんやったら、まあ1000万ぐらいですかねとか、何に使ったんですかって言われたら、一つ一つまでは言えないけど、大きなものとすれば、例えば事務所の敷金礼金にこれだけ、もろもろ事務所の、備品を買ったので、それでこれだけ、だいたい全部で800万ぐらい使いましたとか、それって代表やったらわかるよね、把握しとるよね、あんなちっこい政党わかるよね。で、それをどこの誰かもわからんような人が教えてくれって言うんじゃないんですよ。どこの誰かもわからんような人が急に道端でね、あ、大津さんですかって、はいそうですって言って、政党助成金って入ってきたんですかっていきなり全然知らんおっさんに話しかけられて、え、は、あなた誰ですかってなって、いや僕の名前なんていいじゃないですか、で政党助成金って入ってきたんですかって言われて、え、怖い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 、誰、あなた誰、政党助成金が入ったか入ってないかなんて見ず知らずのあなたに言う必要なんてないわって言うんやったら百歩譲ってね、わかりますよ大津さんが言ってることはね。でも大津さん、あなたが喋ってる人はあなたの国政政党の今後所属しようかしまいかっていうことを相談してる一国会議員の人ですよと。その人が所属すれば政党助成金が入ってきて、活動費に使おうと思えば使えるしね、債権者のお金を返そうと思えば返せるっていうような重要な人物ですよと、いわば仲間でしょって、僕からするとね。もちろん代表権裁判とかに関しては裁判で争ってる相手でもある。でもあの話し合いの中っていうのは少なくとも同じ目線で債権者のことをお互い考えながら代表権争いをしてるけども、一旦それを横に置いとこう、債権者のために何が最善か話し合いましょうよっていう場でしょ。そこで健一郎さんが終始何をしようとしてたかっていうのは、まず大津さんとの人間関係の構築をしようと頑張ってたわけなんですよ。健一郎さんはマイナスぐらいのところからコツコツ
2時間かけて、このモンスター大津彩香と呼ばれる人と、一から人間関係の構築をして、飲んでもらうところは飲んでもらって、飲めないと突っぱねられたところで、こちらが逆にそれを飲めるのであれば飲んで、債権者のことを最善を思って、じゃあ僕は党に残留します。彩香さんすいませんけど、僕が残ることで交付される政党助成金の何割は、きっちり、まず金利を返していただいて、債権者の方のために使ってもらえるというふうに約束してもらえますかとか、信用も何もない関係性だから、健一郎さんは頑張ってたわけです。でも、相手が、ああ言えばこういう、笑いながら喋る、ヒステリックになるっていう状態で、話がどんどんあっち行ったりこっち行ったりするし、飛んでいったりするし、もう一回聞きますよ、もう一回聞きますよって、健一郎さん何かにつけてずっと言おったけど、答えないじゃないですか。逆に逃げたじゃないですか、大津さん、最後。いきなりズーム切って。俺、ちょっと笑ったけど、そんなことある と思って、じゃあもう切りますねとか言って切るんやったらわかるけど、喋ってる最終に、ズーム退出するって、まあまあおもろいよな、こいつと思って。俺、ちょっと想像したよね。この大津彩香っていうやつが、国会議員に仮に、まあ絶対ならんけど、なったとして、答弁とかの場に立って、あなたそれ言ってることおかしいじゃないですかとか、ちょっとこう、紛糾したときに、まあ、じゃあもういいですって言って、なんか、資料とか持って、カツカツカツって出ていくんかな、国会からと思って。自分がもうなんかもう詰められて、ニッチもサッチもいかんようになったら、ズーム退出して終わりみたいな、そんなやつと何の信頼関係が築けるのっていう。わかるかな、俺の言ってること。大人やったら、腹立っててもぐっとこらえて喋らなあかん時とかってあるやん。それが今回のズーム会談なわけよ。ちょ、待って待ってみたいな。え、あなた逆に自分の立場分かってる？みたいな。代表が一番偉いと思ってない？もしかしてって俺ずっと思ったよね。代表なんてただの飾りやからね、はっきり言って。いくら国政政党といえども。そいつが国会議員なんやったら分かるよ。けど、自分自身は選挙に当選もしたことない。選挙カーぶち壊して終わった女でしょ？あいつ、目黒の区議選？ポスター代もまだ払ってないような状況でね、一国会議員の斎藤健一郎様に、お前なんちゅう口聞いてんねんっていう話なんよ。結局、大津彩香のせいやん。政党助成金が入ってこなくなったのって。